治るんですけど、あ、来た来た来た、これです、これです、終わりです、終わりですね、これ。マイナスドライバーでこちら側に数字が出ていないと、いや、アンテナ松沢の下側から上側にセリを買い、ルパス。ハロー YouTube、 セリ業界をぶっ壊す、セリ重信です。今回は、初ですね、運転しながらこの動画を撮っております。で、今何をしているかっていうとですね、ジムニーの不具合、よくある不具合であるシミ現象っていうものを、今原因解明するために、運転しております。そうですね、まあ、このシミ現象とは何かっていうところなんですけども、シミ現象っていうのはですね、ある限定的な、中で起こるハンドルのブレなんですよね。でハンドルブレっていうのはどういうものかっていうとですね、もう本当に何だろう、自分の力ではない、なんか何者かによってこうハンドルを右往左往ダダダダダってさせられてしまうですね、まあ、謎の動きと、まあ、謎の不具合といったところなんですけども、これまあ、要因が複数あって、で、まあ、それを今断定するためにこの動画を撮っております。多分この JB23 っていう方のジムニーをお乗りの方、もしかしたらば結構これ体験してる方がいらっしゃるんじゃないかなと思っております。で、それを今再現するためにその条件を作って走っております。で、今細かいですね、その速度域っていうのを合わせて確認したいんですが、なかなか、まあ、起きにくい。ただ、今断定できているのがですね、高速域で、ハンドルが重くなる制御がかかるんですよね。大体それが40キロから50キロの間以上の速度になると、ステアリングの重さが変わるんですよ。これ電動パワーステアリングあるあるなんですけども、高速域ではハンドルが少し重めに制御されるんですよ。で、その重めに制御された中で、段差とかですね、拾って少し振動が入ると、ハンドルのハンドルが急激に左右がダダダダっていう風に揺れ出すという。で、今そこをですね探っているんですよね。で、まあ起こりやすいのは60キロ以上っていうのも断定はできてます。で、今分かっている条件が、まあ、60キロ以上で、ハンドルが重くなる制御の時で、直進時というところまでは分かっております。それですね、一瞬起こったとしてもですね、ハンドルを少し転出してしまう、ハンドルを少し切るとですね、違うモーターの助成が入るので、それで収まってしまったりもするんですよね。だから結構発生条件っていうのはものすごく限定的なもの、まあ、限られてくるんですけど、なかなかそれを再現するっていうのってすごく難しい。まあ、今回のこういった現象のですね、故障もそうなんですけども、似たような感じで、やっぱりこういう時になんか音が鳴るんだけどとか、こういう時になんかすごい車体が震えるとかっていうですね、やっぱりあのお客さん、普段ずっとその車乗ってるお客さんからすると異常ではあるんですけども、こちらはそんだけ長距離乗ってないし、なかなかそれの原因っていうのは掴むのに時間がかかるんですよね。どうしてもその発生したっていうものを再現しなくてはいけないん で再現したところをまずそれを解析しないと、修理する方法も見つけられないと、結構難しい作業なんですよ。こういう、なんだろう、シミ現象もそうだけども、いろんな、こういったちょっとした故障みたいな、重大ではないんだけどもちょっとした故障がなかなか見つけられないっていう、すごい難しいんですよ。この辺はやっぱり経験積んでいる方じゃないとなかなか分かりにくいと。あ、来た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 、今一瞬分かりましたかね。あ、来た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 、もし
かしたら少しやっぱテンダー角入った状態で段差を拾うと、シミ現象が出やすいのかなと。もうはっきりとした答えは、まあ、あるっちゃあるんですよ。もうそこに関連する部品を総読解してしまうとかっていうね、もうかなり新手な技があるんですけども、果たしてまあそれをやれば、まあ、治るのは治るんです。治るんですけど、あ、来た来た来た、これです、これです、終わります終わります、これ今のですね、出ましたね。ちょっとやっぱ天高く入ってた方がもしかしたらなりやすいのかな。速度65キロぐらいですね。で、これであの一応ですね、まあ、条件下、各条件下において、シミ現象発生することが分かりました。もう一度確認のために言いますけども、時速が40キロから50キロ以上であり、なおかつですね、もうほらこんな感じ、こんな感じ、そうですね、これです。で、少し、おお、止まんない止まんない、すごいすごい、これだ。で、実はこの続くね、続きますね。やっぱり、時速が40キロから50キロ以上で、ハンドルが重たくなる制御がかかっている時に、なおかつ直進時、直進時なんですけども、さっきみたいに少しだけテンダー角入ってる、ハンドルが切れた状態、こういうなんですかね、コーナーの立ち上がりとかでハンドルが切れていたりすると、切れていたりする場合、これが2つ目の条件。3つ目が、こういう風に段差を拾ってですね、少しこう車体が上下に触れる状態の時に、まあ、さっきみたいにシミ現象が発生すると。でもここまで断定できました。で、なおかつですね、一応この車も、実はですね、フロント部分がぶつかってた車なんで、ギアボックスとかですね、そういう怪しいところも一応交換はしてあるんです。過去にギアボックスは交換されていたとか、あとですね、ステアリングコラム、電動パワーステも、まあ、若干の重さがこう出ちゃったら、スズキだったらよくあるんですけども、パワーステが壊れやすいので、そのパワーステリングコラムも交換してあります。で、今回こうやって発生し始めてですね、で、まず一番先に、疑っていたのが、まあ、とりあえずこのパワーステのコンピューターを、まずですね、怪しんだんですけども、中点が大体だと思うんですけども、少し切れた状態で段差乗るとそういう問題が起こるっていうのが分かったので、とりあえずこれを、まあ、これから直していく方向とすれば、まずですね、ステアリングの中点学習ですねを行って、まあ、コンピューター診断機つなげて、コンピューターの、中点学習っていうのは、ハンドルがまっすぐのところで、0点を記憶させると。ただこれがですね、やっぱ足回りいじくったりすると、ハンドルがこうやって曲がった状態で中点学習されてしまうとですね、ハンドルをいざまっすぐにした時に、ちゃんとまっすぐにならない、多分同じようにこういう風にシミ現象が起きやすいのかなと思っております。で、もう一つがですね、ジムニーの足回りでちょっと特殊ですね。やっぱフロントリーフでフロントレフついておりますんで、なんていうんですかね、ナックルのインナー側に、球体みたいな形状がついてて、それにナックルがこう覆いかぶさってるような感じでついてるんですよね。で、そこを押さえてるカバーっていうのがあるんですよ。で、そのカバーを、まあ、そういうシミを抑えるようなちょっと強化版に変えてあげたりとか、まあ、そういうことをしていこうかなと思っております。なかなかあのこれといった故障原因ですね、まあ見つけられないんですが、そういうことですね、一つずつあのアプローチかけて直していこうかなと思っております。まあ、皆さんもね、ジムニー乗ってる方いらっしゃったら、JB23 って方ね、ジムニー乗ってる方いらっしゃったら、まあ、ぜひですね、まあ、そういうところもう大体答えは、あ、この原因っていうのもつかめていますんで、まあ、そういうところからアプローチしてみてはいかがでしょうか。それではこの動画はこれで以上です。この
角度がいいなと思ってくださった方はぜひグッドボタンとチャンネル登録ですね。あと各 SNS もフォローしていただけると嬉しいです。それではまた動画、次の動画でお会いしましょう。バイ。